本願寺広島別院は、広島県広島市中区、旧秋国の秋門徒と呼ばれる、浄土新州門徒の活動の中心寺院である。本願寺広島別院の前身は、長六三年、秋武田氏によって、現在の武田山の麓に建立された、辰春山仏、森寺である。この寺院は、秋武田氏の影響下にあり、初代住職正信も秋武田氏一門であった。 混流当時は、天台宗の寺院であった。しかし、第二世住職縁受けは、本願寺の蓮女に帰依して、明王五年に浄土新宗に改宗した。その頃の秋国は、戦乱の日々で、秋武田氏はその波に揉まれ、第三世住職長順の時代、天文十年に、秋武田氏は、大内し、ちっつも理事は道具を消失するなど大きく疲弊するが、信仰心。 熱い毛利元成の庇護を受け、石山合戦では毛利軍の一員として機内に出兵した。豊臣秀吉の世になると毛利輝元は広島城の築城に着手。その時の町割りによって、天正18年、富津森寺は広島を高地に移転した。慶長5年の関ヶ原の戦いで毛利氏は広島を去るが、その後領主となった福島正則によって、 慶長14年に現在の寺町へと移転させられた。福島正則の去った後広島は浅野市の支配となるが、そのまま明治維新まで浅野市の庇護を受けた。天保の帰還の際には山形軍などから困窮した多数の農民が広島城下へ流入。天保8年1月、藩は富津森寺を拠点として農民らを集め、 食事を施しロギンを与えて既存させた。明治9年から約2年間、仮の広島県庁舎がここに置かれている。そして、明治35年11月に、広島別院物も理事と解消。その6年後の明治41年4月に、現在の名である、本願寺広島別院と解消する。太平洋戦争末期の昭和二十年八月六日、原子爆弾が、 広島市に投下され、爆心地からわずか1キロメートル足らずの広島別院は廃墟と化すも戦後の昭和39年10月に本堂が再建され、平成6年には本堂を中心に大規模な修復工事が行われた。浄土新宗本願寺派では全国を31の教区533の組に分けられているが、広島別院の管理する広島県西部の地域は、 秋教区と呼ばれ、25の組に分けられている。教区内には、現在550ほどの寺院があるが、門徒の減少、後継者の不足等に悩まされている。中国新聞社官秋門と水原文夫著、中山富公著、中塚武史監修、第4章、天明天邦期の災害、基きんと広島反社会の対応、気候変動から読み直す日本史録、 ありがとうございます。